孫権たちは地位をもって孫権ここに至り、危機感織田軍は反乱軍の主力が集まる。敵には芝士殿、芝将殿も。ほう、面白い。奴らもいつの間に。旦那様、あまりはしゃぎすぎませんよ。でもわらわもまた父上と戦うこと。家族関係にもいろいろあるのだな。家族といっても形はそれぞれですから。父ゼウスとはほとんど会った。異母兄弟というならゼウスの子である。だから君たちを見て。エルセウスさん、すまない、感傷に浸ってしまったな。織田軍の狙いは直虎殿の腕輪。なんとしても直虎殿を守り抜かねば。大当たりじゃ。その腕輪は貴様たちに扱えるものではない。伝達なのじゃ。おとなしく渡してもらおう。ああ、はい、一瞬無事だったり。平八、これにやる。力が必要だ。渡すわけにはいかぬ。そうならば、翔、元気、エデラの持ち主を狙おう。源氏の記憶に。お邪魔します。はいはい、ここでも俺は兄上にこき使う。通信で言葉を慎んで。状況でも相手にしない。敵も意外とやるな。一度引き、万全の状態に戻すとしよう。翔、この異界でも相変わらずのようだ。正面を叩き直してやろう。父上、元気、ここは任せた。俺は腕輪を取ってくる。ちょっと四条殿、足は速い。相手の兄弟に気が向けるな。兄弟で一緒に戦っているんだ。私たち兄弟の連携もみんなに見せてあげたいな。敵ながらいい連携だ。肝心の私には分からない。兄弟はそういうものか。腕を素直に渡してくれるか。やらないことはしたくない。すみません、嫌です。皆さんのためにも渡すことはできません。敵が直虎殿の近く、急いで守らないと。ちゃんと強いって敵ですね。そうじゃない人も多いですから。どうや。
当たると思ってんのか。無理はよくない。一度戻るのはよさそう。雪村、感服いたします。僕を止めないとみんな壊れちゃうよ。ダメだ、あまりにも強すぎる。私のせいで腕輪の力で追い払わなきゃ。ナオトラ殿、お待ちを。あれはあなたをおびき寄せる罠でしょう。そうですよね。でも皆さんもこれ以上天下無双の強者です。ナオトラ殿、私も行きます。少しでも手伝いたいんです。ナオトラ殿を一人にはさせません。我が槍にて敵の罠ごと貫いてみせん。仲間の強さ、強敵にも挑んだか。ただの陰謀か、それとも。僕はなさ、腕輪を持つ人って君？私がお相手します。だから他の人に手を出せないでください。まあいいよ。僕が興味があるのはその力だから。ここは私に任せてください。皆さんは他の仲間の援護をお願いします。ナオトラ殿、承知した。あなたの思いに全力で応えましょう。奴らは疲弊している。今こそ腕輪を奪え。まだ足りない。今度は母自ら相手をしてあげようかしら。よくできたわね。私も誇らしいわ。ちゃんと強いって素敵ですね。そうじゃない人が多いですから。やってくれるね。早く信長を追い詰めてよ。そういう意味です。シゲ、お前の底力、この私に見せてみろ。いいでしょう、父上。あなたに挑める機会など滅多にない。私を失望させないことに。全員記憶に留め、刃を抜けること、今はお許しください。この辺りで潮時か。降伏するとしよう。物分かりのいい子は好きよ。思い通りになってくれて嬉しいわ。ラム、衛兵として参上いたしました。もう降参降参、いるなりやくなり好きにしてくれ。雪村、感服いたします。わらわに父上に挑みたい。なんとしても真意を聞かせてもらうのじゃ。ダメです、あなたは下がっていなさい。これまで聞かせていただきます。よくやった、褒めてやろう。
子がまた迷惑をかけているのね。暇があるなら私見つけていいのよ。残念だけどここまでね。みんな降伏してしまいました。こうなったら私が出るしかありません。ちょうどいい。我が知略冷めさせてもらおうか。わからん。私が負けただと。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。ようやく会えたのじゃ。成長お見せいたします。あなたという人はですが、この状況ではやむを得ませんね。力及ばずですか。信長様申し訳ありません。織田軍はなんとか撃退できました。ですが直虎殿がいなければどうなっていたか。私が非力なばっかりに。もっと力をつけて皆さんのお役に立ちます。仲間を思い、強大な敵にも恐れず立ち向かう。君たちは謙遜するが、これは皆の勝利だよ。織田軍はこの世界に迷い、私たちは恩を返すためこの戦いで。いいのよ、まだ私にはおい。はそういえばあの妙。ごめんなさい、私たちも信長様を追い詰め、ますます謎は深まる。ば千葉資源天下の千葉市場ってんだ。ま敵戦の真実を見抜く、それが私の役目。教えてやろうか。おお、小太郎殿、ずっと探してく。腕輪が必要ならつい。どんなに厳しい戦い、信長の真意を暴くためにもゼウスから世界を守る。激闘の末、イ、さらに風魔小太郎、真田幸村と。あれはオリュンポスの兵。その辺は偵察済みです。ああ、ゼウスの娘。では、新たな腕輪。それと、もう一つ。そんな、なんだいや、それはできる。そのためには立派な覚悟だ。ペルセウス、もはや逃げ隠れはできない。父ゼウスを裏切った罪の重さ思い知るがいい。これだけの軍勢を率い待ち構えているとは、神の本気が疑える。ペルセウス殿、
ご安心を。大暴れじゃん。共に力を合わせれば勝てぬ戦などありません。天罰なのじゃ。腕輪のありかは悪魔と名乗っている。A8 これにあり。守り固めぞ。南北には食の将が陣取っている。手薄な中央を進めば戦いは避けられそうだ。彼らが密社会を避けると見越した罠かもしれない。だが中央は避けて進もう。殿が敵に。この目で見込んでまだ死にじられない。ありえない。本当に戦わなきゃいけないのかな。雪村、感服いたします。腕輪は私が何とかしよう。君たちが無理をして戦う必要はない。聞いてくれ。いえ、私も戦います。友を置いて逃げることなどできません。友、私が君、裏切り者のペルセウスを仕留める。邪魔をする敵は誰であろうと切れ。承知した。兄、ここは軍を二手に分けよう。我らは南から進軍するぞ。監査君、本当に戦っちゃっていいの？だってすごく辛そうだし。辛くないと言えば嘘。だからこそ趙雲殿だけに背負わせるわけにはいかないんだ。巻き込むわけにはいかない。先に腕をさせるか。見事な腕だな。いえ、あなたこそ素晴らしいものの筆いらっしゃる。超支流参る。神の力、この力で皆を守りきる。いざ尋常に勝負。ウルバの力が目覚めたか。全軍ここへ集え。腕輪を奪い返すのだ。おお、よくやってくれた。これぞ無双。敵が皆、雪村殿の腕へ向かっている。
記憶に留める。このままでは雪村殿が危ない。拙者たちで食い止めねば。雪村様のもとへは行かせない。どうにか撃退したか。ええ、腕輪も獲得できました。ですが勝利を喜ぶ気にはなれません。趙雲たちには深刻な事情があるんです。どうにかできないだろうか。ちょっといい？あれ？あんた、お願い、観察たち。無論、私あのアテナって女神に竜なんと。だから私わかった。今すぐは難しい。よかった、そのためなら私ああ頼りにしている。あの腕輪に宿る力を。いえ、私など私のかっこいいとこ見ててよね。俺は執着。オリュンポスの神による本格的な信仰、この複雑に絡み合う闘争を始め、まさか素直に話してくれ。こちらもかなりな、うん、これ以上時間をかけてあちらに二つ。前線で戦う方々との議論は実に有益なものです。おかげで今戦